ある若い夫婦の体験です。夫婦には娘が一人いました。まだ幼く可愛い盛りです。いつもお気に入りの抱き人形と遊んでいました。その娘がある日病気で倒れてしまったのです。看病の甲斐なく数日後に亡くなってしまいました。少女の大切にしていた人形も一緒に火葬されることになりました。ところが葬儀も済み参列者も去った後、夫が気づくと家に人形がある。確かに棺に納めたと思ったんですが、どうも妻が手放したくなくて取り出したようなんです。夫はそれに対して特に意見しなかったのですが、しかしあまり良いこととも思いませんでした。案の定数日が過ぎても妻の精神状態は安定しません。特に人形が目に入るたびに妻は泣き崩れるんです。だからなおさら妻の精神状態は不安だと思いました。結局夫は人形を捨てることにしました。あくる朝、夫は車で出勤するとき、妻の目を盗んで人形をゴミ袋に入れ、そのまま近所のゴミ捨て場に捨てて行きました。会社で彼は妻からの電話がかかってこないかとヒヤヒヤしておりましたが、人形がなくなったのよという電話もなく、就業時間となりました。帰宅すると妻は元気に夕食の準備をしています。それを見た夫は、なんだもっと早く捨ててしまえばよかったと思いました。すると妻が言いました。今朝ね、人形がどこかへ行ってしもてね、心配して探したのよ。しかもこう言いました。でもね、夜になってたら自分で帰ってきたの。はっとして夫が見るとキッチンの椅子に今朝彼が捨てたはずの人形が座っています。彼は考えました。妻がゴミ捨て場で発見して持って帰ってきたのだと。人形が自分で戻ってきたのよというのは、彼女が自分で持ち帰ったことを認識できないほど精神状態が不安定な証拠ではないかと。それから数日、彼はやがてその疑いを確信へと変えていました。妻が人形をまるで生きている人間のように扱い始めたからです。食事を三人分作ったり、風呂に入れたり、添い寝をしたり、話しかけたり、まるで死んだ娘のようにその人形を扱うのです。彼女の目には人形が娘に見えているのだろうと夫は思いました。夫はいよいよ本気で人形を捨てることを考えたのです。
そしてある朝、ついに彼はその計画を実行します。前の時と同じように人形をゴミ袋に詰めて、夫はまっすぐ会社へは行かず、車をでたらめに飛ばしました。わざと道に迷い、見知らぬ町を走ります。そして彼は空き地を発見しました。そこはスクラップ置き場になっていました。彼はスクラップの山に登り、ゴミの隙間に人形の入った袋をねじ込んだんです。さらにその上にスクラップを積み上げて、その場を立ち去りました。まるで埋葬のような光景でした。その日も会社へは妻からの電話はかかってきませんでした。だが家へ帰ってみると、妻が半狂乱の状態になっているのです。人形がいない、人形がいないわ、人形がいないのよ。彼は妻をなだめ、ようやく落ち着かせて、その日は早々に寝床に入りました。深夜、彼はかすかな物音に目を覚ましました。何か硬いものが廊下の床に当たる音です。泥棒か、夫は思いました。妻に注意を促そうと隣の布団を見ると、なんと妻はカッと目を見開き、しかも口元には笑いを浮かべているのです。ゾッとしながらも夫は、おいと声をかけました。妻はブツブツと何か言ってます。あの子が帰ってきた、あの子が帰ってきた、人形が帰ってきたと言っているのです。何をバカだと思いつつ、夫は部屋の隅のバットを手に持ちました。音は彼らの寝室の前を通り過ぎて、階段の方へと移動して行きます。そろりと扉を開けると、音は暗闇に包まれた階段を登って行くところでした。部屋を抜け出し、バットを手に音を追いかけます。妻にはここにいろと言った夫でしたが、妻は言うことを聞かずについてきます。仕方なく夫は妻を後ろに従えたまま、ゆっくりと階段を上がりました。カタンカタンカタン、音は階段を上がりきり、やがてギッギッギッと2階の部屋のドアを開けたようです。そこは亡くなった娘の部屋です。夫はゆっくりゆっくりと部屋に踏み込みました。捨てるな。